はい、オルガンライフです。今日は東京上野のムンク展行ってきましたね。久々に美術展見ましたね。それムンクと言ったら、あの叫び。まあ、なんとも言えない絵。まあ、正直私、叫びしか知らなかった。そんな私でも楽しめました。ムンクの絵。なんか見た感じ、少し精神的に不安定なのかな。まあ、そんな感じはする。案の定そういう病院に入ってたみたいですね。もちろんメインは叫び。ただそれ以外の見どころもありますね。私知識なかったですので、オーディオガイドを借りて音声解説を聞きながら楽しみました。あ、そうだ、私音声ガイドも初めての体験でしたね。まあ、追加料金かかる。まあ、ただ鑑賞に関する知識がなければ音声ガイド借りることをお勧めしますね。ムンク展とポケモンがコラボしてまして、ピカチュウの叫び版のぬいぐるみもありましたね。もちろん買ってしまいましたね。残念ながら弟に贈り物としてあげましたので手元にはないですね。あのムンク展、東京行ったらぜひ見てみてください。叫び以外の絵、まあ、あとムンクという人の人生のこの苦難とか精神状態とか、そういうのがわかる展示会ですね。ぜひ見に行ってみてください。ではバイバイ。